それで、なかなか食べないんだよな、あの子。お家でも食べないんですってね。食べないですね。で、まあ、朝ね、80g。1日中の半分ですね、と薬、サプリメント。で、夕方は 10g、薬、サプリメント。で、それにプラス、シブロエブタジンっていうお薬を入れました。8mg。これは何かというと、抗ヒスタミン剤なんですけど、なんで入れたかというと、食欲を刺激するために。抗ヒスタミンって風邪薬とかに入ってるんですけど、人間のね、僕らがね、増進食欲を、抗ヒスタミン飲むとお腹空いてよく食べるというのはあるんですよ、人間でも。で、ワンちゃんも猫ちゃんも、ウサギさんとかにも。ただ毎日使うとなかなか効かないんだけど、まあちょっとこれを飲ませました。そしたらね、1時間ぐらいしたらあの子聞き出して、急にちょっとハイになってきて、全然静かだったな、急にはわわわわ泣くようになってだけどなかなか置いてあるやつをこうやってやってもさ食べないんだ、あったんだけど、だけど なんかさっき YouTube で、あ、見ました、はい、これだけ食べた。で、これさ、外にこれね、でっかいんだけど割ってもいいし、そのままで食べてくれたからこれをちょっと出しときますから、トリースなんですけど、バランスがいいんです、これは。ご飯、おやつ、おやつとは言うものの、ご飯、この中の栄養のバランスはとってもいいやつなんで。ただね、食べたって言っても1個ですよだから、食べればどんどんやってもいいんですけど、これをちょっと使ってみてください。家帰ってちょっと出して、はい、薬はまあちょっとこれではちょっと無理だからさ、食べんことしかね、薬どころの騒ぎだよね、食べての薬だからさ、当分薬をやろうと思わないでまず食べさせること、はい、で、これそれから腸内バイオムがもともと あるメタボリクスでもいいから、はい、そこら辺とちょびっとだけね、全体の1割ぐらいだったらささみとかさ、なんかガムでしたっけ、そうで、あの缶詰食べなかったですよ、はい、残ってますまだ、あの缶詰残って、冷凍してあります、はい、ちょっとずつでも、お家帰ったら今日は食べるかもしれないからちょっとします。でも本当はドライフードね、はい、が8割以上あった方が栄養のバランスはいいから、腸内バイオムとかそこら辺を使ってやってください、はい、でうんちはしました、はい、いいうんちしました、おしっこも結構たっぷりしましたね、はい。で、夜はだから少ししかやってませんので、はい、10しか、10しか、はい、だから残り70じゃないとここで食べさせても、はい、ね、とにかく家で食べてもらわなきゃいけないから、まあ、そうですよね、うん、ということでちょっと少しにしていますので、ね、はい、わかりますので家帰ってちょっとやってみます、はい、でまだ続きがいるね、これはいりますよね、うん、だから明日どう来れます、いいですか先生、あ、じゃあ受け止め